はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、万丈目純です。さあ、本日なんですが、史上最強モンスター、お邪魔キングをね、爆誕させていく、新たなるニューエースデッキ、ご紹介していきたいと思います。お邪魔キングというモンスターは何をするかっていうと、このカードがモンスターゾーンに存在する限り使用してない間のメインモンスターゾーンを3箇所指定して使用不能にするっていう、ほんとクソみたいな効果をしてるんですけども、まあ、このカード、獣族の融合モンスターで、お邪魔グリーン、イエロー、ブラックで融合召喚できるんですが、この獣族モンスターを融合召喚できるカードで、キマラフュージョンっていうのがあるんですね。で、このカードが、獣族のモンスターだったら何でも融合召喚の素材にできるっていうことで、こいつでこれ出せるんですよ、まずね。で、今の現代キマイラって、このアプレンティスが実装したことによって、ベアトリーチェが出せるんです。これまだ禁止になってなくて、デモンスミス来てないから、OCG と違って、マスターデール使えるんですけど、ベアトリーチェが成立するってことは好きなカードを墓地に2枚送れるっていうのと同義なんですよ。相手のターン、またぎますけどね。なんで、ロールバと、ネクロフュージョンを、墓地に落とせば、融合ができるんですよ。墓地融合が。それで、お邪魔キングとか、お邪魔ナイトとか、融合召喚できるんですけど、これね、ナイトメアプレンティスっていうモンスターが手札1枚にステレ特殊召喚できるんで、これね、これを捨てることができるんですよ。おじゃマジックを。で、おじゃマジックっていうカードが、手札フィールドを墓地から墓地、送られた場合、墓地送られた場合、デッキから、グリーン、イエロー、ブラックの3枚をなんと、サーチできるっていう、マジ最強効果しまして、このおじゃマジックをナイトメアアプレンティスでぶん投げまして、で、素材を供給しまして、おじゃまキングを普通にシンプルに、キマイラフュージョンで爆弾させ、で、ベアトリーチェで、こことここを墓地を送り、で、ベアトリーチェの効果で ネクロフュージョンを送った、この効果でロールバックでコピーすれば、おじゃまキングとおじゃまナイトが、相手のドローフェーズで爆弾します。なので、相手のメインモンスターゾーンが5面封鎖できます。今日はこのコンボをやっていきたい。で、ちょ残念な点は、おじゃマジックが必ずその3体サーチしなきゃいけない関係上、なんかどれか引くとやばいんで、全部2枚ずつ入れなきゃいけないっていう、マジでカスみたいな、ことが起きるんですね。だからまあちょっと残念ながら、この、なんか雑魚を6枚デッキに組まないといけないっていうのがちょっと残念な点ではあるんですが、まあコンボ決まった時はめっちゃ楽しいんでね、ちょっとこの5面封鎖をね、皆さんにもちょっとお見合いしていきたいと思いますんで、やっていきましょう。はい、デュエル。スタンバイ。あー、おじゃマジック来た。おじゃマジック来た。いけるかもしれない。おじゃマジックが来ないと話になんねえんだよな。融合素材が3枚サーチできるっていう、マジぶち壊れカードなんだけど、おじゃマジックって。手札から捨てられた場合。ただ、手札から捨てないといけないんだよね。絶対に。なんか、デッキから墓地に送ったところで別に効果発動しないし、なんか手札にある状態のカードを捨てないと、こういうことしないとサーチできないんで、まあまあ使いづらいんですけど、ただ、これこうなった場合は破格ですよ。なんでかっていうと、イエロー、ブラック、レッド、グリーンが全部揃うからですね。はい。あ、うらら。これダメですね。これダメです。それうららされると展開通らないとダメです。で、これこうして、ちなみにここでガゼルとかが引けてる場合は、もうこのうららも別にもうもはやスルーしていいって話あるんですけど、まぁ、ちょっとこれ引いてないで無理で、で、見習い魔術師の効果で、とりあえずコアドル持ってくるじゃないですか。で、最強カードいきますよ。はい。はい。はい。1枚でカード3枚サーチするのやばすぎでしょ。1枚でカード3枚サーチするのやばすぎる。あまりにも。これが本当のね、やばい動きなんですよね。はい。まあ、サーチしてるカード3枚とも全部雑魚っていう話ありますけどね。はい。で、ガゼルで。ガゼルと、HM チェーンで融合。幻獣王、キマイラ、爆弾。で、これ、エンドフェーズ判定されます。で、幻想の王、ガゼルと、HM チェーンと、有翼幻獣、キマイラ、かっこ幻獣王、キマイラの効果を発動。エンドフェーズ判定す、デストロイカード持ってくる、幻想魔族持ってくる。で、これで、ミラーソードナイトを持ってきまして、で、これで、まだ召喚権使ってないんでね、ミラーソードナイト召喚していくって感じですね。で、レベル6のモンスターに対してオーバーレイ。エクシーズ召喚。現れよ。縁の宿所、ベアトリーチェ。なんで生きてんだろうな。で、ベアトリーチェの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い。デッキから好きなカード1枚を墓地へ送ることができる。そして、ミラーソードナイトを召喚。ミラーソードナイトの効果発動。ミラーソードナイトの効果により、自分のデッキから、うわっ、バーメット特殊召喚。バーメットの効果発動。バーメットの効果により、キマイラフュージョンと、そしてガゼルを1枚手札に加えることができるぜ。さらに、うわ、キマイラフュージョンを発動。
ヒマイラフュージョンの効果により、今持ってきたガゼルと、そして、バファメットを融合召喚。これちゃんとキマイラのムーブしてんの偉いよな。しっかりと、しっかりめに。で、バファメット、融合バファメットとバファメットの効果を発動。バファメットの効果によりミラーソードライトを特殊召喚。これで次のターンの一応あの動きもね、確約していくっていう感じですね。で、バファメットの効果によって、まあ結界像、まあここはまあタオとかは普通にあの特殊化してもいいんですけど、あ、墓地を送ってもいいんですけど、まあ、タオを落としたところで、まあ、あの蘇生するやつがあんまいないんで、対して。で、最強カード発動、キマイラフュージョンの効果によって、獣族モンスターのいずれかを含む、これで出てくるのキモすぎるだろ。おい出ませんお邪魔キングさん、モンスターゾーン3面封鎖します。はいはい、よし、これでチェーンオンスターンを終了し、そしてまあ、とりあえずハンデスフラウ、はい、ラバゴ油油ラバゴ油、おいちょっと待って、2体目やめろ、ラバゴの2体目マジでやめて。ちょっと待って、ミラーソードライト発動、ラバゴ油すぎだろ、ちょっとマジで待って、ラバゴされるとマジでやばいか。まあ、ちなみにこのデッキのいいところは、まあ一応モンスター処理されても、キマイラさえ残ってれば一応妨害が残ってるってとこなんですけど、これマジラバが飛んできたらやばいって、ラバが飛んできたらやばいって言いながら出さなきゃいけないのマジ。さあ、バファメットの効果を発動する。バファメットの効果によって、でさらに、トランザクションロールバックの効果を発動していく。トランザクションロールバックの効果により、最強カード、ネクロフュージョンの効果をコピー。これにより、墓地のカードを除外して融合召喚を行う。うわ、ザコにはザコの使い道がある、おいでません、お邪魔ライト。ちょっとマジでガチでやめて、あのラバゴマジでやめて、ラバゴでお邪魔2体処理されたら、ただキマイラフュージョンができない、ただのキマイラデッキになってしまう。まずい、ボンフになり下がる、まずい、やめてくれ、ちょっと耐えろ。何、それはいい、問題はない、叫べは問題ない、ちょマジでやめて、本当に。どうしてこんなにラバゴに読みなきゃいけないんだ、どうして、危ない、シャーン、対戦ありがとうございました。いや、まあ一応来た、ね、コンボパーツは揃ってる。これコーンフィールドコアトルぶん投げまして、あ、なんかありますね、コーンフィールドコアトルさんの効果は別に今これ通っても通んなくてもどっちもいいですこれ。で、これナイトメアプレンティスぶん投げじゃないですか。で、こうしまして、で、これも最悪通んなくてもいいわ、ナイトメアプレンティスも今ガゼル持ってっから、ワンチャン無限保有打て、なんだこれ、わからない、まあ、G かじゃあ、じゃあ G か、 G が一番きついが。この手札 G が一番きついが、コーンフィールドコアトル持ってくるしかないか、特にやることもないな。でだな、でオジャマジックの効果によって最強モンスターを3体持ってきていく。で、これガゼル召喚するしかないか、融合ない場合はちょっとガゼルから入るのが一番強いのでガゼルから入るんですけども、ミラソって言われてユララって言われたら意味わかんないんで、でガゼル召喚するじゃないですか。で、ここでなんかありますかという話ありまして、なんもないと。いや、これマジでジージャン、ちょっとやめてよ、すごい量のドローさせるんだけど、そうなった場合はキマイラフュージョン発動、キマイラフュージョンの効果により、あ、そうですよね、すいませんでした、もうちょっとしょうがないので突っ張ります。もうしょうがないんで突っ張ります。はい、やるしかありません、私は。もう全部やります。知りません、G なんて。ちょっと待って、まあ、普通に、幻獣をこっちでこう行くしかないね、この手札の場合は。で、こう行って、はい。で、幻獣魔王、バファメットの、効果発動する。で、効果発動する。さあ、これによって、絶対に、あ、無限包容ね。はい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 。どうせ打ってなくなるから、まあコーンフィールドコアトルを使うか、まあ、一応対象体制があるみたいなもんなんでね、実質ね、キマイラはまあ別に送まあでもタオ送りたいからな、実質これ効果でバファメットのでガセル効果でデッキから手札に加えるのはまあこれ何でもよくてアプレンティスかなんかでいいかな、次のターンので
これでバーベットの効果でタオを送んないと、ミラーソードナイトが特殊召喚できないんで、ミラーソードナイトの効果発動、ミラーソードナイトを特殊召喚して、はい。で、キメラフュージョン回収する。で、とりあえず、今のところ、あれはできるんですよね。お邪魔キングだけは出せるんですよね。ただ、お邪魔ナイトまで出せるかと言われると、ベアトリーチャーでこの効果通るかどうか問題なんですけど、通りますか？あ、通りますね。一応通る。一応通るのは熱い。で、ここで、ロルバー落とすじゃないですか。ほんで、ミラーソードライトの効果発動して、これ一枚ハンデス入るんで、一応、相手の、こっちのエンドフェイズに。なんで、まあ、ドローしたカード1枚だけ減らすことできるんですけど、一応ね。で、これと、で、これ持ってきて、で、キマエラフュージョンぶち込んで、お前動きすぎだろみたいな話あるけどな。お前動きすぎだろみたいな話あるけど、で、こことここで融合するじゃないですか。で、これ、ゲンジオキマエラさんの効果が発動して、エンドフェイズハンデスですね。はい。はい。で、チェーン1、バーメット、チェーン2、現状キマイラ、効果発動して、で、これキマイラさんの効果で、これチャーさらにチェーンしてキマイラフュージョン打つ。すごいドローさせちゃった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9枚、10枚スタート。まあ一応1枚ハンデス入るから9枚スタートか。テクダ9枚あんのやばいな。さすがにやばいか。うわ、置いてません、お邪魔キングさん。とりあえず通った、とりあえずは通ったが、無限法要とか引かれてるとまあまあやばい。さあ、とりあえずこれでエンドフェーズに入るしかない。エンド、キマイラ効果でハンデス、あ残機かな、なるほど。で、ちょっと待って、これマジでこう一旦ミラーソード飛ぶわ。ミラーソード飛んで、フィールド上のモンスターの効果と対象耐性が一応あるんですけども、これのどうしますか。墓穴ぶち込みます、なんだろうね。あ、うららですか。まあ、うららは全然いいです。わかりました。そこにうらら打ってくれるのはマジありがてえ。そこにうらら打ってくれるのマジありがてえ。ありがてえ。ちょっとコンフィールドコアドで対象耐性付与しておくか。ちょっとコンフィールドコアドで一応フィールドからでも飛べるんで、これこっから、対象耐性付与して無限護法用をケアしつつ、ちょっと待って、これマジでそこに打ってるのやめてね。そこに打つの、あ、 GOK です。了解しました。 G は大丈夫です。わかりました。さあ、とりあえず、バフォメットさんの効果によってコーンフィールドコートが戻ってきて、で、これで、まあ、ミラーソードナイトにウララを吐かせるという謎の動きができた。で、A の縮小ペアトリチャーの効果を発動して、ここにウララって打たれるとね、全面封鎖はできないのでね。はい。よし、いいぞ。これ通ってんじゃねえか。行くぞ。うお、トランザクションロールバックの効果を発動。トランザクションロールバックの効果により、ネクロフュージョンをコピーし、最強カード。何？赤だ。誰？何を除外するんだ、一体全体。一体全体何を除外しようって言うんだ。え？あ、問題ないです。ネクロフュージョン、2体でも融合できるように、一応ナイト入ってるんで。お邪魔キング2体出てくると思ったか。バカが2体は必要ないんだよ。なぜかというと、お邪魔キングですでに3名封鎖してるから、いけ、お邪魔ナイトバックターン。よし、これで無限法要はケアした。コーンフィールドコアトルにより無限法要は無効にできる。来た。さあ、貴様が使えるモンスターゾーンはエクストラモンスターゾーンの1枠だけだぜ。どうする。マジで無限法要もケアしたし、墓穴も全部ケアしている。来た。ちなみにウララはケアできていなかったか、なんかウララを謎のタイミングで相手が打ってくれたから一応耐えた。いける、これで。マルチサプライヤーが だけでどうにかできるもんなのか、お前は。よし、イエーシ、ゾウジー貫通お邪魔キング決まった。神ゲー。これはね、いけるね、いけるわ、これはいける、一応いける。ガゼル持ってきて融合したら、ナイトメアプレンティス持ってくるから、手札切れるので、まず とりあえずこれ召喚剣使わないでいきますね。ガセル召喚剣使わないでいった方がさすがに強いか。アプレンティスは、一応多分チェーン隠してれば持ってこれるんで、こうして、はい、まあ、このハンドが一番強いまであるか。普通に召喚剣使わないでなんか誘発踏みつつみたいなことできるし。で、チェーン1ガゼル、
でチェーンにチェーンでチェーン3厳重置きまいら、はい。でまあエンドフェイスの半デスが入りますよの効果でなんか相手持ってますね、何らかのカードがでチンプチェーンによってデストーイパッチワーク持ってくる、でガゼル効果、ナイトメアプレス持ってくる。ナイトメアアプレンティスマジでね優秀なんだよね、やっぱレベル6っても本当に優秀。まあ、ベアトリーチが禁止になっちゃってるじゃないですか、デモンスミスとかいうなんか最強モンスターのせいで OCG は。だけどマスター D でまだデモンスミスないのでなんか生きてるんですよねベアトリーチが。だから結構悪いこといっぱいできるっていう。デモンスミスそろそろ来ると思うんだよねマスターデュエルにもさ、多分そろそろ来るはず。ちょっとねどうなるか分かんないね、環境がね。まあ事前規制とかあるのか、それとももはや実装されないのか。まあされないことはないからさすがに。はい、で最強モンスターが3種類、回収されまして、最強モンスター3種類回収されまして、で一旦ここでベアトリーチェ爆発させまして、なんかあるな相手、何かがある。まあ最悪これが通んなかったら普通に、あ通るんだ、なるほど。なんだろうねこれ、でも G だったら多分打ってそうな気するから G ではなさそう。なんかチェーン消えた、謎謎。でこれバフォメット、特殊召喚効果、はい、チェーン消えたな、なんだ。でこれでこうして、はい、なんかあるね、なんかあるよね、なんだろう、あまりにもわからん。キマイラフュージョンですか、はい。でとりあえずキマイラフュージョン打って、でバフォメットラッシュに行きます。やることは同じなんですよね基本的に。もうもうおじまブラック、もうおじまブラックでいいや、1個余ってるからおじまブラックでいいや。でこうしておじまブラックとバフォメットとかいう謎の融合召喚、モンスターで、バフォメットラッシュって俺多分バフォメット、おじまブラックとバフォメットでバフォメットラッシュの多分俺人類で俺が初めてなんじゃない、そんなことないかな。でミラーソードナイト、バフォメットの効果によってさらに、結界像を送っておいて、これタオでもいいな、まあ結界像でいいか。まあでこれでミラーソードナイト、ミラーソードナイト、キマイラフュージョンの効果によって回収される。で融合打つ、これ相手のターンあれだな、ガーディアンキマイラもいけるな、これ融合1枚今回多いから、はいはいはい、おいでませ、お邪魔キング様。よしいいぞ。そしてカードを1枚セットして私はターンを終了するぞ。うむ。そして幻獣をキマイラの効果によってカードを1枚半です。お、コズミックサイクロン、オッケーオッケー、いいカードを抜いた、いいカードを抜いたぜ。さあ相手のドローフェイズに動くぜ。まずはミラーソードナイトの効果を発動。ミラーソードナイトの効果により自分のデッキから体力のバフォメットを特殊召喚。体力のバフォメットの効果を発動。体力のバフォメット、さらにベアトリチェの効果によりネクロフュージョンを1枚墓地に送らせてもらうぜ。よし。そしてこのネクロフュージョンの効果によって相手のドローフェイズでいきなり融合召喚を行うことができるぜ。はっはっ。そしてうお、トランザクションロールバック発動、ネクロフュージョンをコピー。俺は自分の墓地に存在するお邪魔ブラックとお邪魔イエローの魂を除外し、おいでません、お邪魔ライト。さあモンスターゾーンは2面封鎖させてもらった。お前が使えるモンスターゾーンはエクストラモンスターゾーンのみだぜ。そして守備表示のためライトニングストームなどもケアしている。おお、怪しい、やるやん。撃つしかないか。これ何出せんだこれ、ちょっと待ってくれ。言うて出せるのこうするしかねえのか、まあ、これしかやりようねえな。こうして、ちょっと待ってこれ、幻獣をキマイラ召喚、幻獣をキマイラが召喚され、キマイラフュージョン、ちょっとガーディアンキマイラができなかったのは痛いが、ちょっと待ってね、ガゼル効果、回収、バフォメット効果起動しちゃうと出てきちゃうから、
幻獣王キマイラの効果発動して、これはスルーして、バフォメットの効果使って、で結界像だな、こうだ、こうだな、これで OK。 さあこれで闇族、まあモンスターはそもそもあんま出せないと思うけど結界像、結界像という最強のモンスターまで爆誕させて、あまりにも隙がない、抜かりのない、抜かりのない作戦、相手はこれで沈没していくはずだ。誰ー、あー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 ちょっと有力幻獣キマイラからの、バーメットとかダーパクターさせるしかない。ちょ、これで、こうして、これで一応、あれコーンフィールドコア取ると、ミラーソードライトの効果は復活した。やばいこときたマジでやばいことした。マグラムート、マグラムートはもういいか、マグラムートスルーするしかないか、相手の手札2枚なんだ、わからねえ。ちょっとミラーソードライトは多分これアクティブにしておいた方がいい気がする、さすがに。バトル、あ、普通に殴られたらやばいのか、やばい、まあ、ちょっと待って、マジで、まあでもバトルフェイスだったらいいか。エンドフェイス、あぶねえ、あぶねえ、マジで、マジあぶねえ。あー、テンパイ流か、なるほど。ってことは初動引けてないのか、手札2枚あれなんだ、多分初動引けてないパターンだな、おそらく。まあ幻獣王キマイラの効果によってハンデス入る、ライトニングストーム、やばすぎ、相手相手全部パカード死ぬほど入ってないけど、マジやばい、全部パカードしか入ったな、やばいこと起きた。これでもワンチャン、これさ、これだったら返せるんじゃね。いやー、これワンキルは取れないかな、これ送るじゃないですか。で、ナイトメアプレンティスの効果発動するでしょ。でサーチ入れます。元禄の一応なんか変身する効果は相手ターンでも使えるんですけど、結局ガーディアンキマイラさんが対象取んないん でこれでなんかガーディアンキマイラ出しておいたらいいんじゃね。まあ、ガーディアンキマイラだろうな。で、これは、2枚破壊しても多分打点足んねえから、これ、多分、フィールド上のモンスター1体でいいね。でも、ここでドローしに行ったら強いんじゃないか疑惑ある。なんか、サンダーボルト打たれて全部なくなったけど、なんかいけそう。サンボルで俺のやりたかったこと全部なくなったけど、なんかいけそう。キマイラが強すぎて。さあ、チームチェーンの効果を発動。エッチインプチェーンの効果によって OK で、元禄のテンパイ流が効果発動して、ああこれミラーソード使えるのか、ミラーソード、これミラーソード使って無効にしたらマグラムートぶっ殺せて強いかもしれないね。これ使って無効でマグラムートもぶっ殺す、これワンキル取れるかも、ワンチャン3300、2400、1900、300と800だっけ、あ、え、ちょっと待って、算数ができない。で、マグナムード破壊、1900、2400、3300、これ変身できないの、これ。変身で、いや、もう残ってないのか。残ってないのか、もうすでに。やばい。いや、これデスキャ、これデスキャ出した、バトルフェイズだ、とりあえずね。とりあえずバトルフェイズ。やばい、なんか、ちょっと、なんか全然やりなかったっていうじゃないけど、なんかワンチャンありそう。ちょっと、400足りねえ。くそ。変身的にね、もう合成獣系のモンスターがデッキの中にいねえ。しょうがねえ。これは、デスキャ出しておいて、デスキャ出しておいてだな。これで、破壊耐性付与しておいて、これ全部パカードまた飛んできるから、どうせ。また飛んできるから、どうせ。あのデッキ全部パケーカード白の入ってる、多分。多分だけど、もう大嵐もライトニングストーンもサンダーボルトも入ってるってさ、もうそういうことじゃん。で、これで破壊耐性で頑張るしかないから、うわ、除外ゾーンにも行ってんのか、マジでうっぽいな。まあ、バフォメット、悪魔族モンスター出しといた方がいいんですよね、これ。悪魔族モンスター出しとくと、デスキャスターで破壊耐性付与できてるから、これでこうして、バフォメットの効果発動する。で、これで全面パカード飛んできても、デスキャスターで耐えて、バハメットが生きてるからミラーソードナイトも生きてるみたいな話。
やっぱりな。だと思ったわ。デスキャ効果使うね。でこれで、耐える。そうするとバフメット生き残るから参戦の5。やばいよ、やばいよ、やべ、何持ってくんのこれ。でもさ、天敗竜って結構速攻魔法ですよね。だいたいフィールド魔法が速攻魔法からなんだけど、魔法カードって何あったっけ。参戦の際、参戦の際、参戦の際、あ、メインフェル中に効果発動してるわけじゃない、もしかして。ミラーソードナイトの効果発、てかバーメットの効果、キバイラの効果発動したのはあれだわ、あのドローフェイズだわ。で多分これデスキャスターの効果ってこれ発動する効果じゃないでしょ、多分これ効果発動したことになってないやつ。耐えた、耐えた、なんか耐えたんだけど。